こんにちは、日本ボディケア院の内澤咲です。今回はセルフ経絡ヘッドケアの中から10個のエクササイズをご紹介します。それではまず頭皮のストレッチから始めていきます。まずはおでこの上から頭頂部までのストレッチをします。ご自身の手を出していただいて、指の腹を使ってストレッチをしていきます。まず3本の指を使っていきます。おでこのこの髪の毛の生え際からスタートしていきます。まず見本をお見せします。指を入れますね。そして3本の指の腹を頭皮に当てていきます。この時腹を頭皮に押し付けて、そして後ろにストレッチをします。そして後ろに進んでいきます。指を入れ込んで頭皮に腹を当て、そして押しながら後ろにストレッチをします。またその後ろに進んでいきます。頭頂部までこのように進んでいきたいと思います。はい、もう一度いきますね。分かりやすいように下を向きます。指を入れ込みます。そして指の腹を当てながら後ろにストレッチします。また後ろの方に進んで指の腹を頭皮に当てながら軽く押しながら後ろにストレッチを入れます。もう一歩奥に進んで指の腹を押し当てながら引きます。押しながら後ろに引きます。このような感じです。そして、少し見づらいと思いますので、私の髪の毛の上から同じように分かりやすく説明していきたいと思います。まず指をこの生え際のところに当てていきますね。そして分かりやすいように少し浮かせますが、頭皮にこの指の腹を当てます。そして頭皮に指の腹を当てながら少し、軽く押しながら頭皮を後ろにストレッチするようにします。ストレッチしたら軽く戻しましょう。そしてまた1個後ろに行きます。進みます。そして、この3指で3本の指で指の腹を当てながら後ろに引きます。ストレッチをします。そして軽く戻す。そしてまた後ろに行って指の腹を当てストレッチしながら戻していきます。このような感じです。次は側頭部のストレッチをしていきます。分かりやすいように横を向きたいと思います。側頭部というのは、この耳の上に側頭筋というところがあるんですけれども、特に、ここの筋肉をほぐしていくというエクササイズになります。これも同じように、指の腹を使ってストレッチをしていきます。まず最初にやってみたいと思います。髪の毛がある場合はこのように指を耳の上に当てます。そして髪の中に、指を入れ込ませて指の腹を頭皮に当てます。そして軽く押しながら上にストレッチをします。そして軽く戻します。また上に一歩進んで指の腹を頭皮に当て、押しながら軽く押しながら上にストレッチを入れます。そしてまた進みます。髪の毛の中に進んでいって
き火の腹を当て、上にストレッチを入れて軽く戻します。この時にポイントですが、片方の手でやると頭がグラグラとしてしまうので、反対側の手をもう一方の側頭部にこのように支えの手を作ってあげてください。そうするとグラグラしなくて済みますので、このように手を当てていただいて、そして指の腹を当て、少し押しながら上にストレッチを入れます。そしてもう一個進んで、押しながら上にストレッチをします。もう一個進んで、指の腹を当てながら上にストレッチをしていきましょう。わかりやすいように私の髪の上で行っていきます。こんな感じで手を入れてください。そして指の腹を当て、軽く押しながら頭皮をストレッチしていきます。もう一個進み、指の腹を当てながら頭皮をストレッチ。もう一個進み、指の腹を当てながら軽く押しながら上にストレッチを入れます。このようなエクササイズです。次は後頭部のエクササイズをしていきます。後ろを向きますね。後頭部を行う時もポイントは、片方ずつ行いますけれども、行わない方の手は、反対側の手はおでこのここら辺ですね、ここら辺に、手を当てて支えの手を作ってあげてください。そして、後頭部の半分から片側を行っていきます。この時に、また、指の腹を使って行っていきますけれども、後頭部は少し広いので2ラインを取っていきます。まず1ライン目は耳の後ろ、そしてもう1箇所は少し奥に進んで2ライン目、このように2本のラインを作っていきます。それでは始めていきます。指の腹を使っていきます。まず髪の毛の中に指を入れ込みます。そして指の腹を当てて軽く押しながら上にストレッチをして戻す。そしてまた上に進み、指の腹を当てながら軽く押しながら上にストレッチをします。さらに上に進んで、指の腹を当て上にストレッチ。頭皮が動いているのが感じられますか？2ライン目いきますね。少し後ろ側に進みます。髪の毛の中に指の腹をつけて、指の腹を頭皮に押し当ててストレッチをしていきます。さらに上に進み、指の腹を頭皮に押し付けて、そのまま上にストレッチして戻します。上に進んでストレッチ。このような感じです。わかりやすいように今度髪の上から行っていきます。反対側の手はおでこのここら辺に支えの手を作っていただくと行いやすいです。それではいきます。まず髪の毛の中に手を入れ込んでいただいて、指の腹を頭皮に当てます。そしてそのまま軽く押しながら頭皮を上にストレッチしていきます。さらに上に進んで、指の腹を当てながらス
ストレッチをします。このような感じです。もう一本いきます。以上です。次に正中線という真ん中のラインのエクササイズをしていきます。まず手をこのように組んでください。そして、この手を生え際のところに小指が来るように当てていきます。こんな感じですね。そして真ん中のラインをアプローチしていくわけですけれども、ここの手を組んでいただいた指の腹がこの真ん中のラインの正中線に来るようにこのように当てます。そして軽く押しながら後ろに引きます。そして戻します。少しずつ後ろに移動していきましょう。また押しながら後ろにストレッチをします。進んでいきます。軽く押しながら後ろにストレッチ。ここで後ろを向きますね。見えますでしょうか。真ん中の正中線にこのように手を置いていただいて後ろにストレッチします。以上です。次に後頭部にあるツボを押していきます。分かりやすいように後ろを向きます。まず、後頭部のところ、真ん中のラインですけれども、ボンノクボというくぼみがあります。触ってみてください。触ってみていただくと、こうへこんでいるところがありますので、ここがボンノクボです。そしてボンノクボからまず私は左側を行いますけれども、ボンノクボから左の方に進んでいただくと、ここにボンノクボの隣に筋肉があるのがわかると思いますが、そこのまた端にくぼみがあるのがわかります。そこが天柱というツボになりますので、ここを親指で押していきます。最初場所からご説明しますね。その次に風池というツボがあります。そして3つ目が寛骨というツボがありますが、寛骨というツボは耳の後ろに骨があるんですけれども、ここの耳の後ろに乳幼突起という、出っ張った骨があるのがわかると思います。耳の後ろですね。そこのすぐ後ろにくぼみがありますので、そこが寛骨というツボです。先ほどの風池というのはこの寛骨と一番最初に触ったくぼみ、ボンノクボの間2分の1あたりにあります。その、天柱、風池、寛骨、この3つのツボを触っていきます。この時は、両手でも行うことができます。ご自身の母指、親指を使ってまずボンノクボを確認してください。そしてその両側に天柱がそれぞれあります。ここには僧帽筋という筋肉があるんですけれども、
それを超えたところにあります。まず天中を押します。そして肝骨を先に確認してみましょう。肝骨は耳の後ろの乳幼突起の後ろ側にあります。そちらをグッと押してあげます。そして風池というのはその肝骨と盆の久保の間にあります。間2分の1あたりにあります。このような感じで親指を使ってこのツボを刺激していきます。次に側頭部の圧迫をしていきます。耳の後ろに側頭部がありますけれども、ここを両側同時に自分の手のひらのことを手根と言います。この手のひらの下の部分を使ってエクササイズをしていきます。まずこの手のひらを耳の後ろそれぞれの側頭部にこのように当てていきます。そして、軽くこの手根の部分で押しながらこのような感じで小指側から親指側にこのように移動するような感覚でエクササイズをしていきます。軽くこの側頭部を押さえるような感じですね、内側に押さえるような感じで軽く力を加えながら圧迫をしていきます。このような感じです。次に目のくぼみ、眼窩の部分を行っていきます。まず下の眼窩ですけれども、ご自身の人差し指を使って行います。眼窩とはこの目のくぼみのことなんですけれども、骨がありますので、ご自身のこの人差し指の指先でこの眼窩の骨に引っ掛けるようにしていただいて、指を当てて下に軽く引っ張るような感じです。このような感じで目を広げるような感覚で放射線状に広げていってください。4箇所くらい押していただくといいです。下を行った次はこの上も行っていきます。上の場合は自分の親指を使って行います。親指の指の腹を使いまして、このような感じでこの眼窩に指を引っ掛けて、同じく下と同じように放射線状にこのような感じで広げていきます。もう一度いきます。以上です。次に鼻筋を通すエクササイズをしていきます。これは両手を使っていきますけれども、どちらの手でも構いませんので、まず片方の手を鼻の上の方に置きます。このような感じですね。そして反対側の手を同じく2本使います。このような感じで鼻のトップの部分の横に手を置いて、お互いにこの両手をお互いにスーッと上下に引っ張るようにします。もう一度いきます。まず手を片方の手をこの鼻の上の方に置きます。そしてもう一方の手を
このように置いて、鼻筋を通すように上下にお互いに軽く引っ張るようにしてスーッと流します。このような感じです。では次に顎周辺の筋肉をほぐしていきます。顎周辺の筋肉は力んだり頑張ったりしているときは力んでしまう筋肉です。なので頑張ってしまう人ほどここが少し疲れていますので、ほぐしていきましょう。ご自身の指の3指、3本の指を使って行っていきます。わかりやすいように、斜めを向かせていただきますが、この耳の下ですね、このエラがありますけれども、その上、ここのラインをほぐしていきます。耳の前から顎のラインにかけてほぐしていきます。このように手を当てて円を描くように、このような感じでほぐしていきます。あんまり強くグリグリとほぐさない方がいいです。軽くこのような感じで、あまり皮膚はこすらないように手を置いてあげて、顎の方までほぐしていきましょう。その次は、顎の下に親指を入れ込みます。見えますでしょうか、こういう感じで顎の下ですね、そこに親指を入れ込むような感じです。軽くで構いませんので、このように親指で顎の下の部分をほぐしていきましょう。このような感じです。それでは最後のエクササイズです。一番最後ですが、胸鎖乳突筋という筋肉があります。これは耳の後ろ、先ほどお寛骨というツボをやりましたけれども、押していきましたけれども、耳の後ろの乳幼突起という骨がありますが、そこの後ろから鎖骨の内側にこのように斜めについている筋肉が胸鎖乳突筋です。そこをほぐしていきます。ご自身の指の腹を使って軽くこのように押し当てて回すようにほぐしていきましょう。喉元の方は痛いので軽くで構いません。さする程度で結構です。特に耳の後ろ始まるところですね、この胸鎖乳突筋が始まるところが皆さん疲れやすく張っている方が多いので、ここら辺始まる方、スタートラインのところを多めにほぐしてあげるといいでしょう。以上になります。